どうもケンティです。おアンソニーです。やっていきましょう。おきょ10月版セールスランキング。10月セールス、はい、2020年10月で売り上げの良かったアプリゲーム上位10タイトルをランキング形式で紹介していきます、うん、10月に入ってね、話題のコラボなんかも、そうね、めちゃくちゃありましたね。果たしてランキングはどうなっているのか、このチャンネル様々なゲームの最新情報をお届けしておりますので、はい、ぜひチャンネル登録、設定などしていただいて動画の公開を楽しみにしていただければ嬉しいです。お願いします。皆さんの意見やご感想もコメントお待ちしております。はい、それではランキング見ていきましょう。こちらランキングになっておりますけども、はい、先月2位だったドラクエウォークが9位となってまして、うんうんうん、こちらはね1周年イベント終わりで落ち着いたかな。そうね、それでもやっぱ9位だからね、うん、すごいね。まあ、10位の、ね、ドラゴンクエストタクトと一緒でこうドラクエ2、確かにタクトいなかったっけ前回。前回はいなかったかな。だよね、うん、で FGO と荒野行動とツイステは安定のランクインとなってます、うん、安定です ね、 ね。では残りも見ていきましょう、はい、第6位原神。あ、原神来ましたか。原神出ました、はいはいはい、中国のみほよさんから9月28日にサービスが開始されました。全世界大注目のオープンワールドファンタジーアクション RPG ということで、はい、広大なフィールドをね探索したり空を飛んだり複数のキャラを入れ替えて戦うリアルタイムアクションが魅力となっていまして、うん、PC だったりとかね家庭用のゲーム機でも楽しめるクロスプラットフォーム対応ということで、ほうほうほう、私もねあれですよ、やりました PS4 でやった、やりました。え、やってる今も。もう絵の感じとかねちょっとアニメ寄りで、うん、まあ、そっちの世界観がね好きな人とか FF とかさ、うん、ロストワークみたいなああいうちょっと綺麗系よりもこういうアニメ系の絵がね好きな人なんかはこっちに行くんじゃないかなとは思ってましたけど ね、はい、今年一面白いとか、まあそうね、このクオリティで無料なのは逆に申し訳ないなんて意見もあったりして ね、はい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 、ね。でこの売り上げのランキングなんですけどあくまでアプリのみのものになってまして、すごいね。そう、他の、ね、ものの売り上げ含めると もっと上かな。10月20日から開始のイベントでね新キャラとか新武器が登場したってことで、もうこれからずっとランキング入っちゃうんじゃない。もうガチャがある以上ね、うん、やっぱ出るたびにみんなやっちゃうからね、売り上げ上げちゃうからね。確かに常連になるね。そう思う、すごい、まあ、これからのね、うん、まあ、活躍にちょっと目を見張っておきましょうね。はい、第4位ポケモン GO。 ポケモン GO、 はい、じゃあナイアンティックと、株式会社ポケモンによって共同開発がされましたスマホと本向け位置情報ゲームアプリ、はい、GPS 機能を活用しまして、現実世界を舞台にポケモンをゲットしたりバトルが楽しめると、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんから、うん、子供まで楽しめると大人気ですね。10月はですね、まあ、アニメがお引越しをした関係で、うんうん、しましたね、そうコラボのピカチュウがねあのサトシのキャップかぶってるやつが出たりとか、はいはい、シャドウミュウツーがゲットできるっていうイベントもあって、かっけー、何それシャドウミュウツーって、なんかちょっと目赤いね、知らないんだけど、マジ欲しいんだけど、めっちゃかっこいい、やってねえけど欲しいよ。じゃあトップ3の前に惜しくもトップ10入りはしなかったんですが、10月で売り上げがぐっと伸びたアプリとか新アプリを紹介したいと思います、うん、はい、1本目アイデンティティ5。こちらはですね9月末から新サバイバーの画家っていうのが、ね、追加されまして、あとですね10月から新モードのタロットっていうのが実装されました、はいはい、こちらが8人で遊べるモードになってて、うん、サバイバー3、ハンター1の4人、はいはいはい、で1チームになってまして、うん、これで2チームに分かれて対戦するとなってまして、はいはい、それぞれ役職が割り振られてまして、協力しながら相手チームのキングっていうね役職のあのサバイバーがいるんですけど、うんうん、それを脱落させることができれば勝利。へえ、面白そう。そう、で試合中に獲得できるスターコインでアイテムを購入して試合を有利に進めることができたりとか、うんうん、ちょっと戦略性のあるねそんな新キャラと新要素で結構売り上げがグンといったんじゃないかなと思ってます。なるほどね、はいはい、で第五人格、11月8日までハロウィンイベントを開催中ということ。ハロウィンイベントなんてぴったりだからね、ぴったり、うん、やってみてください、はい、2本目星のドラゴンクエスト。星ドラなんですけども10月15日に5周年を迎えまして、すごいな、そう3万ジェムとかね、うんうんうん、無料ガチャとかね、はいはいはい、5万ジェム相当のねプレゼントがもらえたりとか、ね、はいはいはい、5周年記念としまして、オリジナルデザインで、うん、新ボスソーマジゴラーダっていうのが登場しまして、はいはいはい、まあ、こんな感じなんですけどめちゃめちゃ強そうな、確かに、ね、初めて見たわ。もうオリジナルデザインだよね、うんうん、すごいよね。他にも新装備の不死鳥装備っていうのが登場したりとか、はいはいはい、あとですね初回10連無料の5周年記念プレゼント福引きっていうのが開催されてまして、なるほどね、ドラクエ11、10、9とか
そういうあの出てきた、ね、装備が手に入る内容になっております。なるほどなるほど、はい、現在の収録時点では第4弾まで開催しているんですが、こちらが11月14日までになってまして、はいはい、第5弾まであるんですけど、はいはい、まだ内容はまだじゃあずっとあるってわけですね、うん、なるほど、出てないので続報を楽しみにということで、はい、はい、3本目、プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク、初音ミク、初音ミク、じゃあ2020年9月30日から配信が開始されました、セガさんとクラフトエッグさん、カラフルパレットさんが送る新作スマートフォン向けリズムアドベンチャーゲーム、うん、通称プロセカなんて言われてますけど、なるほどね、タップ、スライド、フリックのみの簡単操作で楽しめるボーカロイドの楽曲を使用したリズムゲームパートと、初音ミクとオリジナルキャラによる物語が展開される全編フルボイスのアドベンチャーパートで構成された内容になっていると、はい、で好きな衣装を着せることができたりとか、リアルタイムに全国のプレイヤーとゲーム内で開催されるライブに自分のアバターを通じて参加ができるバーチャルライブっていう機能があって、すごいな、そう、そんな時代になってるんや、そんな時代、おもろいな、本当にすごい、公演時間とかも決まってるんだね、決まってるんです、すげえ、で、まあ、それまでにね入場していただいて開演までねこう待機したりとか、すごい、ガチでリアルじゃん、本当にリアルなライブ、すごい、もうでライブでペンライト使って、アイテム使ってとか、おもろ、そう、びっくりした、これすごいす、すごいね、未来を感じますね、本当に未来感じる、こちらね、ボーカロ好きにはたまらないんじゃないかな、確かにね、そうね、はい、はいはい、で結構簡単な操作になってるんで、とりあえずリズムゲームをやりたいよっていう方もね、うんうん、ダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか、はい、それではいよいよトップ3見ていきます、はい、第3位、プレイキュースピリッツエース、来ました、プロスピ、プロスピトップ3か、そう、すごい、前回4位だったんだけどね、うんうんうん、こちらコナミデジタルエンターテインメントさんから配信中のスマホ向け野球ゲーム、プロ野球選手を360度から撮影してそのデータをもとに 3D モデルでゲーム中に再現する 3D スキャンっていうのを採用しまして、そんなビレーグラフィックと臨場感を実現したゲームとなっていまして、うん、これあの野球ゲームっていうものだけじゃなくて、はいはい、試合の情報だったり選手の情報をね、あの、うんうん、見るツールとしても楽しめるらしい、すごいよね、これリアルタイムとリアルタイムでつながってるらしいもんね、そうそうそう、その選手の調子とかで、でね、この 3D スキャンっていう技術で、あのトンネルズの石橋貴明さんが撮影をしたっていう動画が上がってたんですけども、はいはいはい、なるほどね、うんうん、これがねゲーム内で12月に期間限定のイベントで登場とすごいね、でも野球好きだもんね、トンネルズもね、タカさんと対戦できると、へ、ね、面白い、でそんなプロスピエースが10月21日で5周年を迎えまして、なるほど、ね、はい、周年ってことか、そうなんです、はいはいはい、でエースランク選手のね確定福袋とかね、10連無料とか周年ログインボーナスとかで、現在12月3日まで公式ツイッターでキャンペーンを実施してるみたいなので、ぜひチェックしてみてください、お願いします。第2位、パズル&ドラゴンズ、パズドラか、はい、なるほど、こちらガンホーさんから配信中のパズル RPG、はいはい、パズルを動かして消すことでモンスターが攻撃して敵を倒していくということで、うん、ね、これもうずっとねなんかとコラボしてて、まあそうね、コラボ&ドラゴンズですからねコラボ&ドラゴンズ、はい、そうで、10月27日から11月10日まで劇場版も大人気のアニメ鬼滅の刃とのコラボ、ね、これがね劇場版ね、うん、あったからね、そうなん、あったからとか今もあってんだけど、 それとめちゃくちゃタイミング合わせてコラボしてるから絶対1位だろうと思ったけど、うん、2位なんです、まあでも時期がまだね始まったばっかだもんね、そうそうそう、まだ3日とか集計がだってもう一瞬でだから2位まで来てるってことだもんね、うん、こちらがね、あのもうね炭治郎とか禰豆子はいるんですが、映画で大活躍の煉獄さんとか、うん、あと赤座とか登場でもう大盛り上がりを見せていました。で中でもね炭治郎がめちゃめちゃ強いと、こちらとにかくね鬼滅の刃コラボの後の売り上げがすごくって、うん、27日にスタートしたんですが5日間連続1位を獲得と、はい、まあそうね、うん、だこれのねコラボがもうちょっと早かったら1位になってたかもしれないんですけど、まあ、ね、まあ1位がいるということで、じゃあまだ1位が存在するということで、第1位、うん、モンスターストライク出ました、モンスト、まあ本当パズドラがもうちょい早かったらねっていうのはありますけども、うん、もう逆にモンストが1位なのが悔しいぐらいあるもんね悔しいんだ、他のゲームなんかランキング変わってほしいじゃん、やっぱ紹介する側からしたらさ、まあね、うん、なるほど、そんなモンストが10月で7周年を迎えまして、はい、
この指止まりやがれキャンペーンを開催中ということで、うんうんうん、はい、その中でもね進撃の巨人コラボ、はい、はい、こちらがですねリヴァイとミカサがめちゃめちゃ強いと、ね、結局モンストも周年だったからね、そう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 、それに加え10月のおすすめアプリの動画で紹介しました7周年爆絶感謝マルチガチャっていうのがあったんですが、うん、マルチ、そちらがマルチだと11月15日日曜日まで、はい、ソロで引く場合は16日月曜日までとなっておりますので、うん、まだ間に合います、はいはいはい、そしてユーザーアンケートをもとにラインナップが決定しました人気投票ガチャっていうのが、12月1日までなってまして、星6キャラが確定で出ますので、すごいよねこれ、だって全部強いんでしょ、全部強い、ユーザーアンケートだからね、うん、これ引くべきだよね、引くべき、あのリセマラ勢とかは、でその他の詳しい情報はアップメディアのモンスト攻略ウィキをチェックしてみてください、はい、というわけで10月版セールスランキングでした。うん、はい、まあ、新しいラインナップとしてはね、やっぱ原神がこれからちょっとねどのぐらい食い込んでくるかでまたね常連になる可能性もありますし、まあ、もちろんいなくなるかもしれないんですけども、まあその辺もちょっとマジで注目かなと。そうですな、まあ、あとモンストパズドラ、うん、まあ、この辺はね、まあ、安定なんで、あとパズドラがね来月はこのまま鬼滅が続けばね、うん、まあ、余裕で1位なんじゃないかと思いますけども、そうですね、まあ、その辺もちょっと注目ですね、うん、はい、ということで皆さんの感想や、プレイ中のアプリなど何かありましたらコメントで教えてください。お願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル様々なゲームの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。お願いします。それから僕のチャンネルではコンシューマーゲームメインで実況しておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。